ちょっと待ってください。はい、皆さん、こんばんはこんばんはといった形でございまして、本日も始まりました、キコナチャンネルという形で、本日は、JR 尼崎駅前店から お送りしております。よろしくお願いします。よろしくお願いしますという形でございまして、なんと、初放送という形でございまして、JR 尼崎駅前店という形でございますけれども、はい、本日もどうぞよろしくお願いをいたします。よろしくお願いします。はい、というわけで、このね、向かって右側におられるのが、昨日向山店長からいたずら電話を受けた店長でございます、久保店長。よろしくお願いします。はい、はい、改めまして、キコーナチャンネルをご覧の皆様、キコーナ JR 尼崎駅前店店長の久保と申します。初めての生放送ということで大変緊張しておりますが、本日は一日どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、もう非常に真面目な方という形でお伺いしましたけれどもですね、はい、実はとってもお茶目な一面を持っているという形でございまして、ね、はい、なんと、ツイッターニックネームを教えていただいてよろしいですか。ぼっち先生恥ずかしいですね。 なぜぼっち先生なんですかなぜでしょうね。気がついた時にはそのように呼ばれているようにはなりましたけども、はい、あ、そうなんですか、はい、気がついた頃にはそう呼ばれてた、はい、いやね、店長何歳かなっていうふうに言われてますけどね、すいません、もう恥ずかしいんですけど、もう38、あ、38歳という形でございまして、はい、ね、あなたは誰ですか、久保さんだぞって言わなきゃダメだよって言われてます、ね、久保さんだぞ知ってる方は知ってる方だよね。すいません、これは、イケメンご期待された方はそう、何をおっしゃいますやらはい、といった形でございましてね、はい、じゃあ久保店長、まあ、あえてここは先生と呼ばせていただきますけれども、はい、先生、先生、はい、先生、はい、先生、どうぞよろしくお願いいたします、はい、では順に、はい、生徒の方を紹介。生徒の方、あ、皆さん生徒やったんですね、この、はい、もうなりきってる、やったら若いと思ったら、はい、というわけでございまして、じゃあ、どの方から紹介していきますか、はい、では主任のお方から、はい、はい、生徒会長をやらせていただいてる生徒会長生徒会長だったんですか。いや、さすがメガネキャラというところ、これ真面目なキャラクターかな、これは。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。主任の岡田主任という形でございまして、どうぞよろしくお願いいたします。岡ちゃんでお願いします。岡ちゃんで、岡ちゃんいう形ですね。はい、よろしくお願いいたします。はい、ちなみに、岡田主任はこちらの店舗来られてどのぐらいになります。1年半ぐらいですね。あ、1年半、はい、以前は他のところにおられたんですか。はエビエにいました。あ、エビエ店におられたという形でございますね、はい、なるほどなるほど。まあね、今日は2時間、まあ、エビエ店でね、先日放送もしましたけれども、本日、まあ、こちら初登場という形にもなりますんで、はい、ぜひよろしくお願いいたします、ね、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ行きましょう。じゃあ次行きましょうか。はい、JR 尼崎駅前店、初期担当の初期担当の赤峰。本当に学級委員やってますよ店長これ。ありがとうございます、あったかい学級で。はい、そうですね、赤峰と申します。皆さん本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ちなみに赤峰さんは何て呼ばれてたんですか。そうですね、今皆さん多分正面から見られてるんで、はいはいはい、ちょっと気づいてないかと思うんですが、はいはい、これやっぱりこう、皆さん、やっぱり分かりますかね。これ、言っちゃっていいんですか、これ。言っちゃっていいんですか。やっぱ、こう、デリケートな問題なんで、はい、いじっていい顎と、はい、ダメな顎があると思うんですけど。いい顎、悪い顎あるんや。いや、あります、あります。あるんや。僕のは、いい顎なんで、はい、はい、みんな、全然ここを見て三日月とか言っていただいて構わないんで。構わない。構わない形で。いや、以前ね、その辺で、しゃくれキャラを、あえて辞任してかった方いらっしゃる方、みんなから結構ね、あ、そんなにじゃないよっていうコメント来てたんですよ、はい、うん、ただ今日はね、いい顎っていうコメント来てます。いや、今日も尖ってますね。今日も尖ってる。今日のために研いできましたから店長、三日月の顎割ってって言われてますね。
これはいじってやごやぞって言われて。刺さりました。刺さった。痛かった。ちょっとこれも捕まる感じ。先生、だいぶ痛かったんじゃないですか、これ。はい。まさか初期に裏切る黒子がなかったんですよ、これね。はい。といった形でございます。じゃあ、ニックネームどうします？そうですね、もう単純に顎で。あごさんで、はい、あごみねとかじゃなくてあごさんでいいんですか？そうですね、あごの方がやっぱもう所詮あごなんで、あごしかないんで、そうですね、あごしか脳がないんで、じゃあ、あごさんでね、はい、よろしくお願いします。今服のシャックよりかシャクリやなって言われてますけどもね、はい、じゃあ後ろにおられる総揃いしてる方も紹介していきましょうか。はい、お願いします。森田、皆さんこんばんは。こんばんは。キコーナー JR 尼崎駅前店、生徒会長代理させていただいてます。代理代理生徒会長が今までいたのか、そもそも代理なんや、はい、代理で、はい、なんか課長代理みたいなの分からないのないんですけど、はい、生徒会長代理ってなかなか聞かない気もするんですけどね、はい、斬新な、まあまあ斬新な位置というところでございます。斬新な位置にいます。はい、します。はい、よろしくお願いします。それ森田さん、はい、ニックネーム何かあったりします？そうですね、僕パッとしないんでパッとしない、はい、なんでそんなことおっしゃるんですか、皆さん。今日見ていただいてる方に決めていただきたいなとは思ってるんですけど、はい、はい、ちょっと宇宙人宇宙人宇宙人あ、そうですね、はい、一部の方から宇宙人と呼ばれてたことはありますけど宇宙人ってか、はい、はい、考え方がちょっと他とずれてるみたいでえ、ちょっと先生、はい、そんなにこの方ずれてる考え方するんですかどうですか、ずれてるんかな。いや、でもね、そんな、はい、ちょっと僕イケメンとかちょっと寒いとまあそのあたりはだいぶずれてるかなって。いや、やっぱり先生お茶目やわ、はい、やっぱりこの先生お茶目、はい、うん、先生の影を見て育ってきました、ね、あ、なるほどなるほどね、はい、糸はどうかなって言われてますけどね、はい、あ、なるほど、天然ということはあれかな、宇宙人ということかな、これはな、はい、はい、そうですね、はい、ね、ほら、なんか言われたらパッとしない店員たちが多い店ですけど、失礼なこと言わないなあなたね、本当にね、はい、もうちょっとイケメンは待っとってください。待っとってください、はい、はい、えらいネガティブなが多い店舗やな、イケメンは頭おかしいんかとか言われてますけどもね、はい、じゃあ、はい、あだ名、森田さん教えていただきましょう。どうモリリンで、あ、モリリンでいきますか、わ、はい、かりました。しないもうオーソドックスな無駄なところ行きましたね、これはね、はい、パッとしなくてすみません、パッとしないんで、はい、じゃあもうそれでいきましょう、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。で、あとはマイク、はい、喋れる喋れます。偉い人来たよ、はい、これ偉い人来たよ。あ、すみません、ちょっと恥ずかしがり屋なんで、ちょっとすごい恥ずかしかぶってるんですけど、はい、とっても大して変わらないですよね。あ、確かに大仏様ライクなこのつぶらな瞳、はい、はい、じゃあ自己紹介お願いします、はい、JR 尼崎駅前店の生き物係担当の坂本慎也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ほんまや、とっても大仏やないか大仏の中から大仏がとか言われてますね、はい、マスク取ってもそのまんまとか言われてますけどね、皆さん結構衝撃的だった皆さん、はい、いや、これはね、最初ね、滑ってんぞ突っ込まんぞって言ってた人の心もグッと今掴みましたね、これ間違いなく、はい、パーフェクトでございます。じゃあ坂本さん、あだ名どうしますか、もうそのまま行きますか。いえ、はい、彼はとっておきの、お、とっておき、さあ、はい、先生からの爆弾が来たぞ。どうぞ、いつものやつお願いします。いつものやつ、拙者新右衛門でござる。ああ、すいません大仏の方が良かったかななるほど、はい、じゃあ新右衛門さんでいきましょう。はい、わ、はい、かりました。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、これは今のところ僕に全部覚えろという、これ多大なるミッションが来てますけどもね名前だけ、はい、じゃあ、自己紹介よろしくお願いします。はい、気候な JR 尼崎駅前店、
アルバイトスタッフの井川翔吾です。あれノリ悪いよく行きましょうかちなみにもう僕4年ぐらい働いてるんですけど、あイケメン来たぞイケメンがね、ほらイケメンそのうち、まあ、う4年間常にイケメンのポジションは僕がもう担ってきてるんで動画僕が出るしかないでしょうなるほど素晴らしい、やだ、はい、井川さんこれは素晴らしいですね。盛り上げろ盛り上げろよ、イケメンイケメン、いやもうコメントでもほらもこみちイケメンイケメンってコメント来てますよ、はい、イケメンが出てくるとやっぱりこの辺違いますねこれはね。はい、じゃ井川さん、はい、ニックネームというかあだ名なんかありますか。あだ名っていうかもう、もう見たままもうイケメンって呼んでもらわないとやっぱ気持ち悪いんですよ。なるほどなるほど、すいません、そうイケメンに他の名前与えるなんていうのはちょっとね、ちょっと失礼です。あ、なるほど、わかりました、すいません、ありがとうございますこれ以上私は何も言いますといった形でございますので、はい、ありがとうございました。はい、までよろしくお願いします。じゃあ行きましょうか。はい、はい、JR 尼崎駅前店アルバイトの浦野純です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、浦野さんというわけでございまして、浦野さんは何かニックネームあったりするんですか、お働いてる時の。そうですね、ニックネーム、まあ働き始めて間もないので結構新しい、なるほど、なぜ私がこの場にいるのか。これはあれですか、先生なんか一言、はい、なんかありますか。大人系イケメンもちょっと必要かなと思います。あ、なるほど、はい、ちょっと渋めの要素も、はい、ここに加わったと。落ち着いたイケメンということで。なるほど、はい、なるほど。よろしくお願いします。はい、というわけでございまして、はい、お願いします、よろしくお願いします、ね。はい。はい。で、次が、JR 尼崎の最終兵器。うわー、なんか、うおーちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、僕、すいません。あ、これ、ちょっといいかな、このコーディネートといい。この、いや、この場でなぜか私服、うん、私服はずるいぞっていうのと、はい、今チャンラっていうことなんですけど、はい、一言言っていいですか、はい、今まで頼みをしなくて私服で出た人初めてです やっぱ俺でしょいやいやいや、というわけでございまして、じゃあ自己紹介お願いしてよろしいですか、はい、JR 尼崎駅前店の、チャライ担当清水翔太ですはい、はい、よろしくお願いします。清水くん、休日の過ごし方は。過ごし方は、女の子とデートっすね。ちょっと照れてんのか、さっきのイケメンさんとはちょっと違うところかもしれませんけど。週末は？週末だいたいクラブにいますで、好きな食べ物は何だっけ。女の子全部っす。チャラーチャラーって、しましたね、今チャラーって出てる。これ完全なチャラ男やないかって言われてますけどね。はい、はい、で、あとここにちょっと映れないんですけども、はい、皆様ご期待の女の子も一応。あ、本日は映像には映らないという形でいいんですか、はい、ちょっと端の方で。みんなのお母さん担当してます青木です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。声だけでなんとか、はい、本日声のみの出演となっております、はい、大変皆さんむしろ映像を見せろという声がたくさんあると思いますけどね、はい、これね後ほどお楽しみ、うん、1回だけモンタミシノやってみてとか言われてますけどね、はい、青木さん出てよって言われてますけどねこれね、このコメントみんな完全にこれ打ち合わせしたやろって言われてますけどもまさかここまで僕息が合ってると思わなかったです、はい、はい、といった形でございまして、ね、ちょっと遅れて始まりまして申し訳ございませんでした、はい、というわけでございまして店長、はい、本日でございますけれども、はい、お店からの告知何かございますか。お店からの告知はちょっと用意してなかったんで、じゃあ早速外でもいいんで、はい、はい、説明いただいて、はい、はい、企画の方ですね。あ、企画の方行きましょうか。はい、はい、じゃあ企画の方今日どう行きましょう。で、企画担当の今日しチャラ男清水くんが、はい、ネタの方は、はい、あ、でも説明あの、説明ですか。あ、はい、ジャグラーペカリ対決みたいな。そうですね、はい、じゃあ行きましょうか、はいはい、どっから声出した
慣れてないから作りすぎやろ。僕言った方がいい？僕言った方がいい？大丈夫？大丈夫？この辺ちょっとさすが今の慣れてないところございますんでね、ちょっとあの打ち合わせが、はい、じゃあ行きましょうか、はい、本日でございますけれども、この辺だけ総勢集まったということでございましてですね、まあキコーナー JR 尼崎駅前店の方はジャグラー何台置いていましたっけ？ジャグラー19台ございます。19台はい、はい、といった形でございまして、そのジャグラーを使いまして、ちょっとこのいわゆる店長役職そしてアルバイト含めた中で、まあちょっとした対決をやってみたいんやと、はい、いうことをお聞きしましてですね、はい、じゃあ純粋にペカリの数でちょっと、はい、もう下克上してやろうという、はい、ちょっと雰囲気がアルバイト勢からもしてですね、それを迎え撃ってやろうという、はい、役職店長勢という形でございまして、はい、じゃあペカリ勝負と、ペカリ勝負いう形でございまして、やっぱり大人なんで、あの、あ、大人なんで罰はないといけないかなと思いまして、あのいなり寿司とアセロラと、はい、ちょっと用意してるんですけども、はい、中身はからしと、にんにくとにんにく朝大丈夫、わさびとタバスコ、タバスコ、はい、来たです。で、ただのジャグラー対決じゃ面白くないんで、はい、店長はハーデスでゴッと引くか引かないか、お引けない場合はいただきます。なるほど、はい、店長はもう見事あのゴッと引けなければそちらにゴーという形ですね。わ、はい、かりました、はい、ね、これだけ、ね、これだけの人数で19台ってね言われてますけどもね、はい、いやいやいや、もうそれもこじゃそのジャグラーに関してですけど、皆さん自由に立ち回っていただくという形でよろしいですね。はい、で店長のみはゴッド、はい、あと映らないところで青木さんが打ってます。はい、なるほど、映らない青木さん打つの、はい、青木さんバリバリ打つんやね、はい、まあ、分かりました、見えないところで青木さんが打ってると、はい、遠目に、はい、はい、分かりました、あの、はい、カメラを置いてますんで映りたくなかったら避けてくださいね、よろしくお願いしますね、はい、はい、ね、デストとか持ってきてるよねとか言われてますけどね、まあその辺はね、おいおいという形でございまして、はい、じゃあ早速でございますけれども、はい、じゃあ一時、まあ後のね、罰ゲームとかもありますんで、はい、一時45分までしましょうか、はい、までで、勝負という形でございますんで、はい、皆さん買ったら申告、あのペカったら申告制でございますんでね、はい、はいはい、手挙げてあの名前と何回目っていうのを申請していただければと思いますんで、はいはい、嘘なしやで、はい、はい、嘘偽り一切なしでよろしくお願いします。はい、はいはいはい、じゃあ早速でございますけども、じゃあ、はい、各人席の方へよろしくお願いします。はい、移動しましょう、はい、店長すみません、ゴッドだけ音を一番下にしてもらっていいですか、はい、ゴッドとあとジャグラーどうかな、ジャグラーもちょっと下げてもらった方がいいかもしれないですけどね、打つやつあれやったら音下げて、はい、はい、音量だけちょっと下げ気味でお願いします。もうペカったね、今ですね、俺打ってないけどもうペカったって言いますかね、サソリないの、サソリは前々のとこしかないからね、はい、打つやつです。皆さんね、またコメント来てますんで、ちょっとしばらくお待ちくださいね、はい、イケメンが苦しむ姿みたいなので役職全員頑張って ね、自分で罰ゲーム用意する店長珍しいねってわざわざ用意していただきましたからね、これね、気のせいか、基本店長陣ゴッド好きな人多くないかって言われてますけど、はい、店長今回ゴッドを選んだ理由はゴッド、あの単にゴッド好きってわけじゃないですかね。あ、単にゴッド好きです。あ、それじゃないですか、やっぱりそうなんですね、はい、やっぱりそうなんですね、はい、どうなんかどうなんか、ぼっち先生頑張ってゴッド引いてねって言われてますけど、ね、ありがとうございます、はい、たこ焼きじいじ久保さんね、どんだけゴッド好きやねって言われてますけどね、はい、先週の今くで使ったデスソースはあれはね、リンゴちゃんのね元にあります、はい、あれはリンゴちゃんの持ってきたやつ借りたやつなんでね、
お、さあどうだ。さあ大の大の争奪戦が早くも始まってますか。ここがいいここがいいというのが先ほどから連呼されておりますけども、みんなメダルないけど、あ、大丈夫な、はい、はい、皆さん大丈夫ですか、準備できましたか、はい、映ってる、はい、あれあのとだいぶ遠いですから、あの細かいです、大丈夫です、大丈夫ですか、あのああ大丈夫です、あのそこまでははい、あのわずかに窓の中がはずか後方に映っておりますはい、はるか後方に映っておりますが、あの多分もっと顔を見せろというコメントが来ると思いますが、本人が出たがっておりません、はい、よいしょ、行きますか、はい、すいません、ね、ちょっと今ね準備中でございますんでね、うん、ね、そのリンゴはリンゴちゃん今日来てないね、はい、昨日が JR 甘やと思ってた、今日やと思ってた、今日でした、はい、うん、チャラ男の好物女の子全敗って言うけど、それはリンゴでもいけんのかなと。ルールもう一回説明してくださいということで、いわゆるジャグラのペカリ対決です。ペカらなかった下位3名ですね、下位3名については罰ゲームを受けていただくという形になります、はい、姉ちゃんのカンドル忍はいけますかって言われてますけどもね、はい、青木さんに大仏のマスクかぶせたらええねんって言われてますけどね、こん中での一番イケメン誰ですかって言われてますけどね、まあイケメンを自負して自負されてるのは約2名かと思われますけどもねはい、よいしょ、さあ大丈夫ですか、準備できましたか、大丈夫です、じゃあもう遠くからの俯瞰になりますけれども、はい、これでいきたいと思いますんで、はい、それぞれちょっと個別カメラが近くに行くかもしれませんけどね、気にせずに打っていただければと思いますんで、どうぞよろしくお願いします、はい、お願いします、それではシナスタート、よろしくお願いします。さあ相当これは激しい戦いになるかと思いますけどもね、はい、あ、一番のイケメンは顎やろって言われてますけどもね、いや言われてますよ、顎見るとやりましたね、ちょっと嬉しそうですね、これ横顔見えてますけどもね、そんな言われるの初めてですからね、うん、追加の罰ゲームでアイスバケツチャレンジ用意しましょうとか言われてますけどね、こんな冬場で外でアイスバケツチャレンジやったら間違いなくみんな凍えてしまいますけどもね、ね、私服足ってね言われてます、あ、私服の方誰、おー早い、さあ当たった誰だ、岡田主任かな、岡ちゃんかな、早っ、さあ岡ちゃん当たった、早い早い、あっという間すぎる、罰ゲームは隣のファミマに買い出しやんねって言われてますけどね、あ、隣にファミマの皆さんご存知なのかな、はい、ご存知なのかな、これさすがですね、来ました、皆さんこんばんは、人数多って言われてますけどキコちゃん通常放送にあるまじき人数の多さですからね、これね、さあ、はいやということで岡ちゃん先制ですね、これね、さあ今後どうなるかね、薄やろごとしたやろとか言われてますけどね、はい、もうイケメン2人でキスしといたったら盛り上がるでって言われてますけどね、ああ当たった、おさあ、市民さん当たりましたか、イケメン2号市民さん当たりましたね、おお、いきなりなんかのっけから早いな展開が、当たった、はい当たった、誰だ、あ当たりましたね、モリリン当たった、モリリンがめちゃくちゃ速くない、もうものすごい勢いで当たってんだ今日、うん、ペカ見えないのってことでちょっとごめんなさいね、今ちょっとカメラを移動していきますけど、
今回移動ありのルールになってるんでちょっとカメラ固定しづらいんですよね。さあ、どうしようか。よいしょ。さあ、皆さんね、皆さんもう他の台の様子の方が圧倒的気になるっぽくてですね、他の台を見ながら回すというのがいう感じになってますね、今のところね。よいしょ。店長、これちなみにあのジャグラーの方は全部は上げ上げですかっていうコメント来てますけれども、設定の方は。はい。あ、店長いいですか。はい、すいません。こちらジャグラーの方は全部設定上げ上げですかっていうコメント来てますけど、バラバラですか。はい、そうですね、バラバラ通常の営業。なるほど、っていう形ですね、はい、っていうか今光ったの誰かな。あ、浦野さんですかね。あ、浦野さん光りましたかね、はい、ちょっと早くない、すごいな。すいません、そうこうしているうちにゴッド紫揃いました。え、嘘、はい、すごいな。20回転ぐらいですただゴッドじゃないんで、はい、続けてやります。ちょっと今日えらくなんか景気のいいことになってませんかね、これね。通常の営業かっこ震え声って言われてますけどね、これ店長答えない、店長目の前おるからね、これね、はい、うん、スタートから当たりすぎやろって言われてますけど、すごいな、あっという間に紫色が揃って、はい、そうですね、アナザーゴッドハーデスですんで、紫色が揃ってますね、店長の方は。さあ、一気にペカで5ペカぐらいしたのが一気になんか霞んでしまうような紫のが来ましたね、これね。え、奥の方で売ってるのは誰なんですかって言われてますけど、店長だけが今ゴッと売ってます、はい、その隣で唯一 の、 あの女性スタッフが、今何売ってるんですかね、青木さんは。青木さんもハーデス売ってます。あ、同じくハーデス売ってるんですね、はい、これね。なるほど。単にゴッド好きです。単にゴッド好き、やっぱりゴッドが好きなんや、ゴッド。ちょっとあのカメラも追加しましょうかね。よいしょ。さあ、のっけから引いていくのはあれですね、今のところはペカをしたのは岡田さんと浦野さんと森田さんと清水さんの4人かな。いや、把握するのはこれなかなか大変やな、これ、はい、みんなの顔見せてってね、はい、青木さんこっち向いてとかずっと言われてますけどね、はい、ジャグラの絵いらんやろって言われてますけどね、はい、むしろ向こうの方が気になるただ基本的にはこっちメインだからね、うん、しょうがないね。じゃあこんな感じでいきましょうかね。はい、というわけでね、コメント今日もたくさんいただいてますので読んでいきたいと思いますね。はい、ちょっと待ってください。よいしょ、ね、あだ名詐欺師とか言われてますけどね、ワオーンって言われてますけど、さあ、思いっきり今犬の音がしましたね、これね、はい、あのラッシュオブケルベロスですかね。はい、ケルベロスです、はい、うん、店長カメラを希望しますって言われてます。店長一番遠いんだな、これカメラが届かないんだ。すいません。あ、手前に映ってる人かわいい大好きってこと、これはあれですね、森田さんですね、モリリンさんですね、これ言われてますよ、これ嬉しい。あのカメラに向かってあのアピール一つお願いします。今マイク持ってはりませんのでね、森田さん こちらあの左真正面、そう、あ、ちゃんと手を挙げてくれました、ありがとうございます、うん皆さんはリア充ですかってね、コメントも来てますけども、ちなみにこの中で、はい、この今音声が聞こえていらっしゃる方でよろしいですけども、はい、既婚者
並びに、婚約者恋人がいらっしゃる方おチャラオが手を挙げてます。あ、アゴさんも手を挙げた。そうですね。そしてモリリンさんも手を挙げた。他はいらっしゃらないのかな。どうなんだろう。あ、イケメンの井川くんが。あ、イケメンの井川さん。あ、なるほど。女性の方には残念な報告になるんですけどなるほど、特会引っかいかな、これはな。はい。ちなみに店長も手を挙げてらっしゃいましたね、これね。はい、はい、店長は結婚されてはるんですね。結婚してからもう15年になります。あー、だいぶ長いですね。はい。おー、じゃあ、キコーナーに入られる前ですか。そうですね、はい。あー、なるほど、なるほど。ね、やっぱりチャラ男はアイスバケツやった方がええって言われてますけどね。ね、チャラ男がね、店長の結婚話の最中にピック引いてます。あ、さあさあ、またあ、チャラ、チャラー、あ、来た来た来た、チャラ男、チャラ男さん来た。チャラ男引いて、今岡ちゃんが、あ、岡さん聞きましたね。岡ちゃんさん2回目だ。いやちょっとこれ偉くなってきたぞ。店長還暦かな、還暦だ、38って言ってはったでしょ、オープニングで。すみません。うん、奥の顎の人かっこいい大好き、はい、男28歳って言われてますけどね。あの男の方からかっこいい大好きって言われてますけどね。あ、男28歳ちょうど同い年ですね。あ、28歳。はい、僕も愛してますよね、ホモーってコメントきますけどもね、これね。はい、ね、リア充かよチーって言われてね、おい顎お前だけは信じてたのにって言われてますけどね。はい、リア充じゃないですよ、顎充です。あえてそこで顎で重ねていくんですね、これね。そうですね、基本的にもうオープニングでも言わせてもらいましたけど、はい、まあ、顎以外面白いとこもないんで。何をおっしゃいますやら全部そこへ持ってきてこれるのはある意味羨ましいと思いますけどね、私ね。そうですね、一つの、まあ、特徴なんで、まあ、せっかくね、顎が伸びてるんやったら笑いの一つでも取ろうかなといや、さすがたくましい、その辺はさすがでございますね、これね。ありがとうございます。はい、ちなみに店長何ゲーム乗せましたかって言われてますけど。あ、すいません、50なんですけど、はい、そうこうしているうちに横で、はい、青木さんベルセポネ引いてます。あら青木さん何やってるの見せ場そっち持ってっちゃうよとしてカメラ映ってないよね、イケメンの顔を映してるとか言われてますけどね、ホモーってね、よし、リア充アイスバケツ強制ってホモがたくさん湧いてるって言われてますけどね。手前のモリリンさん、彼氏も欲しくないですか、俺とかどうですかっていうね、あのホモへのいざないが来てますけれども、さあ、丸か×かで表明、丸、あ、丸、OK なんや、OK なんや、そうやったらぜひね、JR 尼崎駅前店に来て、モリリンさんに直接話をしていただければと思いますんでね、これはね。はい、今日はロシアンジャグラーで罰ゲームするの決めるんですが、今日はあれですね、下から3番目、ね、までの方に漏れなく罰ゲームという形でございますね。はい、丸ーってね、やっぱホモーって言われてますけどね、はい、じゃあ今から行くわって言われてますけどね、今からか、だいぶ気早いな、これな。はい、ね、エロセポネってことでさあ、店長、隣の青木さんの、はい、あの乗せたゲーム数また教えていただいてよろしいですか。青木さん100です。あー、100か、100です。はい、1回しか揃わなかったかな、はい、これは。ちょっと絵が見せれないのが残念なんですけど。はい、はい、おーっと、光ったの誰だ。イケメン、イケメンですね。イケメンか、イケメン1号来た。お、さあ、もう大きいガッツポーズしましたね、これね、イケメン1号、ね、駐車場でお待ちしてますって、なかなか怖いこと言うな、この方な。はい、さあ、イケメン1号、井川君、ね、イケメンこっち向けって言われてますけどもね、はい、うん、なんかこうやって聞いてると、心地よく平和っぽく思えてくるって言われてますけど、あくまでも北電子でございますんでね、はい、ご了承いただければと思いますけどね。ね、皆さん、お話です、今日も山形県から見てますというのありがとうございます、わざわざ遠くからね、ありがとうございます、JP 君いたんごですね、JP 先生、皆さん、こんばんはって、ね、コメント来てますよね、今日もいっぱいいるということで、本日はあの総勢、何名だ、9名、はい、
9名の、ね、出演となっております、はいはい、こんばんは、あれ斉藤さんかな、ね、チェケラッチョハゲラッチョの、ねはい、トレンディーで、ね、店長何歳かな、38歳って言ってはりますからね、はい、恥ずかしいとか言うのは JP さんも似たようなもんだぞって言われてますけどもね、私36ですけどね、今年でね、はい、後ろの私服イケメンが気になるってね、皆さんはリア充ですか、後ろにお釈迦様がいるとね、大仏の中はさらに大仏でございましたけどもね、これね、はい、顎これは いじっていい顎って言ってますけどもね、はい、うん、また変なのが出てきたとか言われてますね、マトリョーシカかなって言われてますけどね、明日って JP さんですか、日暮らしが見たいですっていうコメント来てますけども、日暮らし明日の店舗どうだったかな、ちょっと聞いてみないと分かんないですけどね、これね、店長はい、ゴタランプ光りました。え何しよう、おランプが光った、あ、顎ランプも光りました、あ、ランプ光った、さあ、顎さんも来たよ、あ、レギュラーでCM も光りました、あ、CM も光った、おめでとう、さあ、続々光ってますね、これね、あれ、気がついたら青木さん、はい、200なってます、あれ青木さん、何引いたのえ、それあれですか、レア役の直乗せですか、はい、上乗せしてましたね、ちょっとちょっと、このジャグラーの盛り上がりを一気にそっちの見えないところに持ってくるやめてくださいよ、本当にこの間、あのビンゴでふわふわ言うだけで、今絶好調みたいな、いや、さすがですね、はい、プライベートもニコ生に出ようが何しようが全く関係ないこの鉄の精神力、見習いたいもんですけどね、これね、ファミマ側の自販機前の、あ、自販機の前で待ってますとか言われますけどね、はい、店長ちなみに伊川谷では、はい、放送内ではゴッと引いてるから可能性はあるでって言われてますから、ね、ありがとうございます、じゃあもうここはやっぱり店長パワー見せてもらわないとね、はい、はい、波の引きじゃないと思うんで、ものすごい見せ場作れると思います、なるほど、はい、まあ、波の引きではない、あ、店長引きはお強い方、はい、そうですね、パチンコやったら10万発出したこともあります、お、スロットは、はい、スロットは2万4000が最高です、2万4000、はい、おー、なるほど、2万4000ってすごいですね、今のとね、ちなみに何の機種っていうのは覚えてらっしゃいます、パチンコスロット、パチンコが初代ガロー80回お渡ししました、80回、はい、えげつないやん、スロットは初代ゴッド、あー、初代ゴッドね、はい、これもう60連チャンしました、60連チャン、はい、いや、そら止まらんくなりますわ、懐かしい思い出です、はあ、じゃあ、イケメン2人映してって言われてますんで、はい、それぞれイケメンの方は2人カメラそちらに向けてますんで、振り向いていただいてよろしいですか、さあ、見えたかな、あ、見えましたかね、はい、イケメン、さあ、清水さんもちょっと右向いていただいて大丈夫かなちょっと照れてますけどもね、清水さんね、そうですねかっこいい、おー、イケメンやーってね、言われてますけどね、イケメン1号、井川さんとイケメン2号、清水さんですね、これね、はい、青木さんはおいくつの方ですかって、女性に年齢なかなか聞けないよ、君たち、ねえ、JP さん、入り口のドア開けてもらっていいですか、寒いですね、もう店の前いるんか、怖いな、おい、母強し、わらわらってね、ただ引いたのはじいじではないって、ね、イケメンカメラ来た、ね、チャラーって言われてますよね、はい、JP さん、次はアゴカメラもお願いしますって言われてますんで、じゃあ、アゴカメラも設置しましょう、これ、アゴカメラ、じゃあ、やっぱり横、寄ってる横をね、撮った方がいいかもしれませんね、これね、そうですね、はい、あ、でも後ろとかから撮られても何もね、アップが強調されないんで、あ、なるほど、やっぱりこう、ペカリよりも、あ、アゴレバー、アゴレバー来た、アゴレバー、アゴレバー来た、ヒゲアゴレバー、ヒゲアゴレバー、やっぱこれやとペカリやすいんかな、これ、いや、ペカらないですね、やっぱ台の機嫌を損ねるんでもうそんなもんに触れとんねんと、なるほど、顎でやってくれんなと、やってくれんなということですね、な、うん、顎はいらんって言われてますけどね、はい、ちなみにイケメン1号はパーマかけてますかって言われてますけどもね、ね、顎ってね、しゃくれとるやないか、顎レバーわらわらって言われてますけどね、さ
さすがこの辺はあれですね、あの顎技のなせる技でございますけどね。いや店長もなかなかの引きの持ち主ですけども、じゃああれですね、約もうすでに2回やっててる岡ちゃんさん、福田さん、あれもあれあれは、あ、そうかそうか、あのごめんなさい、あれなかったですね、今ヘッドセットがね。いやあ、あれですね、はい、アゴミュさん、はい、あの今までの引き強かった自慢とか何かあったりしますか？今までの引き強かった自慢ですか？そうですね、まあ、僕もまあ店長には劣りますけど、はい、あのスロットで1万枚出して、ほう、はい、まあ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 、で1万枚出したその日の帰りに、はい、財布なくすっていう、はい、財布なくしちゃうっていう。それどうしたんですか？あー、もうあの酔っ払ってたんで、お酒の方をたしなんでおりましたんで、はい、あの気づいたら次の日の朝で、はい、諦めましたね。諦めたんや。諦めました。いやー、もったいないわ。それ、いや、でもいろんなあれ入ってたんじゃないんですか、免許証とか。そうですね、もういろいろ再手続きみたいなのがややこしくて。うわー、それ大概の結構お金吹っ飛んでったでしょう。そうですね、あの1日で天国から地獄みたいな感じ。いや、そりゃそうですよいや、大変な経験されましたな、それは。あ、なるほどね。そうですね、はい、いや、じゃあ引き弱自慢なんかあったりしますか？引き弱自慢とかっていう。そうですね、引き弱自慢ですか。あ、もう強いて言うなら、顎を伸びたまま生まれてきた時点で引き弱いっていうどういうことやろ。あった、光った。おー、さあ、モリニンさんも来たよ。さあ、もうこれで2回引いてる方が結構出てきたかな。そうですね、2回引いてきた方、ね、3回はまだですよね。3回はまだですね。2回が4人で並んでますね。2回が4人、はい、まだノーペカは、ノーペカはいないですね。ノーペカいないですね、これ、はい。スタッフさんにお聞きしますね、夜のお店に入ったことはありますかって言われてますよね。ああ、そういう話ですねあ、それは大概聞かれる質問ですよね、これはね。あ、顎担当ですね、その話はその話はなんか汚れ担当に自分からなっていませんか？大丈夫ですか？やっぱね、皆さん男が大好き夜の店、うん、ね、あの顎もね、ちょくちょく顔を出しております。あ、ちょくちょく。そうですね、なんか気候なスタッフさん、結構あの自ら暴露される方多くてですねなんか、1日で、まあ、20スローでいうとこの6500枚を1回で使ったっていう方もいらっしゃったみたいで。そら、なかなかの強者で。そう、なかなかの強者だったらしいですけどね、これね、はい。僕6500枚はいかないですね。延長で4000枚ぐらいですね。ああ、なるほど延長は結構ね、お金かかったりしますからね。そうなんですね、やっぱあの九州弁の博多弁の女の子にあ、お、さあ、ペカタン誰だ。イケメンですね。おー、イケメン来た。イケメン一号岡田来たかさあ、井川さん強いね、これまたね、え、男が大好きって違うね、違うことを思ったねって言われてますけどね、はい。ちなみに青さん、藤川球児は今年いい成績残せると思いますかって言われてますけど。あ、今年ですか。はい、あ、今年藤川球児はダメですね、やっぱやっぱ JFK の時に比べたらね、もう、まあ、先発転向しましたからね。そうですね、今年に関してはね。そうなんですよ、まあ先発で回れば儲けもんかなっていう気はしますけども ね、もしローテ穴開いたら、あの僕が代わりに投げに行くんで。マジっすか。はい、いつでも、はい、型は作ってるんで。なるほど、もうじゃあキャンプインはしてはるんですね。あ、もうそうですね、常キャンプインしてますいつもキャンプインしてるんや。いつもキャンプインです、ね。あ、なるほど、いつでも呼ばれるようにみたいな感じ。そうですね、あのいつでも呼ばれていいように。あとチェルシーからのオファーも待ってるんですけど。あ、なるほど、はい、だいぶと高額オファーを待ってる感じですね、これは ね、 ね、あのクリスティアーノ・ロナウドもびっくりの移籍金で。なるほど、はい、JR 尼崎駅前店から、あ、ペカりましたね。あ、ペカった、はい、おとか言ってる間にペカらしていくペカらして、で、バーですね。バーですね、これね、はい、おー、すごいな、今
ね、顎ハゲにも気をつけてなって感じですよね。夜のお店を万枚使った店長がいるからねってことでね、某川西の某店舗の、ね、店長さんですけどね、これね、はい、顎はどこ行くんですか、阪神尼崎かな、重曹かなって言われてますからね。近いですね、えらい近めのとこですね、これね、はい、延長泡ではなさそう、この店森口並みにイケメン多いなってことでね、気候な久々のイケメンだなって言われてますけども、ありがとうございます。いやもうイケメン揃いという形でございまして、さあと言ってる間に現在もう次々と、おっと、さあなんか随分景気のいいパキンパキン音もロッドの方からも聞こえていてきますけれどもね、はい、さあそこからどういう感じですか店長。ゴッド初当たり3回目です。初当たり3回目、はい、さあ次のあれは何が出てくるかな。アゴさん全力の投球フォームからのレバーをお願いします。レバー折れるからね、もうやるんかいやるんかいな、ね、やっぱねちょっとこう、じゃあちょっと藤川球児、あ、見えますかね、藤川、あ、大丈夫ですよ、あの引き気味で、ね、映って、あの、あ、映ってますかね、遠目のカメラ映ってますから、はい、大丈夫です、ここ、はい、すいません、ちょっと藤川球児で、あの阪神ファンの方多いと思うんですが、はい、なのでちょっとあの自分、尼崎に住んでながら巨人ファンなもんで、はい、山口哲也からでいいですか、ね、あ、山鉄来た、山鉄来た、山口哲也の、はい、全力の牽制で山口哲也の全力の牽制で、これあのボークなるかどうかギリギリのギリギリのラインね、はい、一塁ランナーがやられますから、ギリギリのラインね、はい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 、はい、ぜひ一塁ランナーの方は気をつけていただきたい。そうですね、阪神やったら柴田光平あたりがすぐに引っかかりそうな感じですね、はい、これはね、はい、ね、まあ、でも柴田君は若いですからね、まあまあ、まあ、若手と言われてもうほぼ中堅になりつつありますけどもね、はい、そんな話をしながらペカりましたよ、おーい、はい、で、これ7で狙うと、いやーちょっとお強くなってきてませんか。いやもうやっぱしゃべりがね饒舌になるとよく光る、すごいな、もう完全に私の方が今ついていってない感じですよね巨人爆発しろって言われてますけどねまあでもまあ関西はね、まあ巨人ファンの方も多いですからね、これね、そうですね、やっぱりテレビが昔はね阪神巨人戦がなんだかんだ、ちなみにアゴさんはあれですか、生まれというか出身どちらですか。出身はね尼崎なんですよ。あ、そうなんですか、はい、はいはいはい、皆さんお名前見て沖縄かなって思った方とかちょっと勘のいい方やったらいるかなと思うんですけど、はい、2個前なんで僕全く沖縄わかんないんですよね、はい、だから名前だけ沖縄の名前で、あ、名字だけはという形になるんですね。そうなんですよ、なるほど、だから沖縄のことは聞かないでくださいわかりませんと、わかりません、はい、巨人ファン、あの野球ファンになられたきっかけ、あ、野球ファンというか巨人ファンになられたきっかけはやっぱりテレビで多くやってたってのあるんですかね。テレビで多くやってたって言いたいとこなんですけど、はい、私の一番好きな野球選手がですね、はい、あの元木大輔選手です。おお元木、はい、そうなんですよ、ね、くせ者元木ですか。そうなんですよね、なかなか渋いところ来ますねこれね。そうなんです、あの学生時代自分野球やってたんですけども、あの元木に憧れたせいで、はい、あのどこのポジションにも定着しないっていう完全なるユーティリティじゃないですか。どういうところ惹かれました。そうですね、あのやっぱユーティリティなとこと、あと、はい、隠し玉ですよね。隠し玉、あー、やりましたね隠し玉、はい、あれねやりたかったんですけどね、はい、あのやっぱ学生時代の野球やったんで、はい、審判に怒られましたよね。あれ怒られますよ、ほんまにあれめちゃくちゃ怒られますからね。あのスポーツマンシップにのっとってないって言って、ね、そう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 あれはめちゃくちゃ怒られます、ね、僕も企画をしよう、起訴しようとしてめっちゃ怒られました。それは、はい、ね、一山かなって言われてますね。ちなみに市立尼崎高校ここから近いですよね。そうですね、野球の名門校でありますけどね、はい、ごめん口合わせ、今日ジャグラー、おーっとなったぞ、ジャグラーがまたなった、誰だ、あ、浦野さんですね。浦野さん行きましたね。
ちなみに店長スポーツとはご覧になったりします？スポーツはサッカーやってましたね。あ、サッカーやってはったんですか。はい。ポジションどちらでした？あ、ごめんなさい、ちょっと音が途切れたんで、はい、ポジションどちらでした？あ、ミッドフィールダー。お、ミッドフィールダー、中盤の底ですか？中盤の上ですか？真ん中です。真ん中、はい。お、ボランチもしくは、もう完全にパサーの役割ですか？ボランチっていう言葉がない時代やったんで。あー、そうか。中盤っていう、なんか田舎の。なるほどなるほど、昔で言うところのそういうポジションですね。はい、わかりますわかります。当時ボラン、昔あんまりボランチってこともなかったですもんね。はい、あと、チャラ男のイケメンの方はサッカーやってましたんで。ああ、そうなんですか。はい、彼はキーパーです。キーパー、はい、なんかあれですね、往年の本並健治みたいな感じになってますね、これね。イケメンでゴールキーパーって言うね、これね。なんか青木さんが自らカメラの方へ。あ、映ってます。ちょろっと映ってまた帰っていきましたね、これね。はい、ちょろっと映って帰ってきましたね。サッカーボールやと言われてますけどね、はい、他のやつの喋りって言われてますけどね。マイクの数が圧倒的に足りておりますね、ご了承ください。はい、上宮大使高校のあの元木かなって。そうですね、元木選手、そうですね、はい、イケメンじゃない。キーパーが青木さん、大さんっていうふうに言われてますけどね。アゴさん、清原したらあかんでって言われてますけどね。あのジジイネタはやめてね、ジジイネタはね、はい、ね、掘り込んできますね、皆さんね。なかなか掘り込んできますよね、これね。サブロクモンキーズの杉浦みたいに独立リーグの選手目指してるんですかって言われてますけど ね。確かのお笑い、ね、あのサブロクモンキーズの方、あれ独立リーグ受かりましたからね。そうですね、まあ、僕も四国アイランドリーグでも、はいはい、お声がかかったら行くんですがね。あ、お声がかかったらもういつでも。そうですね、なんで皆さんもしお店来ていただいて、アゴいないなと、あれなんや休んでるんかなと思ったら、多分四国アイランドリーグに。ああ、なるほど、突然。そうですね、オファーが来ちゃった可能性もあるんで。あれオファーってかかるもんなんですかね。どうなんですかね。なんか入団試験とかトライアウトを受けてはる。やっぱりだから自分からこうアクションを起こして入る感じだと思うんですけども。はい、まあ、今のところ全くアクションは起こしてないんですけども。あ、今の矢口哲也牽制がリーグの方に目に留まれば。あ、これあ山口県政がね、今のあれが目に留まれば、そうですね、ちょっとしたスカウトがこう目をこうパーッと、いや多分真っ当なスカウトの方、この時間は寝ておられるかと思うんですよね、これね。さあ、今ね、ペカリ数をちょっとね、随時追加しているところでございますんでね。はい、あ、ググったら間違えて出して、そう、上宮高校か。はい、今日はみんなで中尾行くんですかって言われてますけどね。あ、中尾ね、残念ながらちょっと JR 尼崎駅前店から中尾が遠いんですよ。だいぶ遠くないですか、ここからやると。あ、ね、ここら辺で一番近いのがちょっと、まあ、よそ様の宣伝もいかがかと思うんですが、はい、松屋さんが一番近いんですよね。あ、なるほど、はい、松屋さんね、はい、はいはいはいね、顎の日行っちゃうかって思いますけどね。さあ今ですけれども、今サンペカしたのがどなたになるのかな。店長さんごとです。店長さんごと店長は通算が犬ですか。今犬です。はい、犬3つですね、わかりました。はい、店長犬3つという形でございますね。手前の人は多分バドミントン部やと言われてますけどね。ちなみに松屋のその隣のとんかつの松の屋は美味しいですかって言われてますけど。あ、よくご存知で美味しいですよ。確か松屋の系列店になるんですか ね。あれはね、もう揚げ物が得意な方は行っていただいた。あそこのあれとんかつ美味しかったりしますけどね、結構リーズナブルでね。そうですね、はい、財布にも優しく光りましたけどね。おお、光った、財布に優しく。さあ、アゴさん、これね、はい、3ペカ、アゴ4ペカですね。あ、4ペカか、はい、4ペカですね、4ペカ1アゴですね、はい、
四ペカ一アゴ、はい、一アゴはちょっとよくわからないけどね。さあちょっとね、画面内がごちゃごちゃしておりますけれどもね、ご了承ください。さあこの調子でいくとどうなるかな。店長はもっと引かなければという話ですもんね。ゴッド引かゴッド引かなければその時点で、まあ、罰ゲーム受けるという形ですからね、はい、3犬って何やねんって言われてますよね、3回ワンちゃん来てますんでね、まだゴッドは来ておりません、はい、ですね、青木さんが、今1余目ですね、はい、1ヘルセプルです、ね。店長と青木さんだけ別の台を打ってますからね、ご了承ください。あとホッパエラーだ、ホッパエラーだ、そして鳴ったぞ。鳴ったのは誰だ、ね、鳴ったのは誰かな。15枚で、井川さんと イケメン1号も4ペカですね。4ペカですね、はい、4ペカ。さあ残り、さあまだ1ペカの方もそこそこいらっしゃるかな。これは1ペカ2人かな。1ペカモリリンさんかもしれませんな。これは1ペカは、シンエモンだけですかね。あ、シンエモンさんだけ。あー、なるほど。そうですね、オープニングでふざけたからバチが当たったんでしょうね。さあ現在最下位をちょっとひた走ってる感じですね。4ペカが 1,2,3 名、イケメン1号と浦野さんもあれ。おっと、サライだった。5ペカ目、イケメン違う。いやー、もうさすがですね、この辺はね。それでね、はい、ラウンド1のそばですかっていうコメント来てますけれどもね。そうですね、駅挟んで反対側になっちゃうんですけども、はい、逆側ですね、はい、ちょっと JR 尼崎を挟んでという形になりますかね、これね。そうですね、はい、尼崎屋の町角屋はよく行くっていうコメント来てますけども、あれ二国沿いの方かな、町角屋は。はい、あ、イケメン1号にも聞いてみてマイクつけてるからって言われてますけどもね。ちなみにイケメン1号の、井川さん、あ、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。はい、ちなみに、サッカーをゴールキーパーやられてたそうですけど。やったことない。イケメンチャラオの方に。あ、そっちの方か、はい、あ、なるほどなるほど。ちなみにですけれども、はい、スポーツとかやられてました。スポーツはね、バレーボールやってました。バレーボール、はい、うわー、モテそう。ちなみにポジション的なところ何やってまいりました。ポジションセッターやってました。セッター、はい、おー、じゃあもう司令塔じゃないですか。そうですね、はい、今もやられたりするんです。今も全然やってない、はい、じゃあもう今はもうどちらかというと女の方 方に忙しい。そうですね、はい、それを左後ろのカメラに向かってこうキリッと、はい、ああもうね。いや、もうこのイケメンっぽい羨ましい限りでございますけどね、はい、店長まだペナしましたねって言われてますけどね。あのペナ音聞こえてますからね。はい、すいません。4匹目の犬、あ、4匹目、4位に来ちゃった。お、さあ今イケメン2号がすごい叫んでおりますけども、どうしたかな。はい、うん、俺の球を、おっと、さあ次に来たのは誰だ。あ、来たのはモリニさんだ。さあ頑張っているぞ。いや、だいぶ白熱できましたね。
そんな中唯一シーエモさんが唯一の1ペカ。ちょっと絶望感が漂ってきたか。さあ残り45、もう40本切ってますねこれね、はい、さあさらにここからちょっと加速をしないと勝負としては苦しくなるかもしれませんね。ちなみに井川さんあれですね、だいぶと調子いいですね今日。そうですね、5ペカ。ご自身の引きには自信ある方ですか、パチンコパチスロに関しては。あ、ジャグラーはもう愛されてますね。あ、ジャグラーも完全に愛されてる。そう、もうジャグラーには。あ、ジャグラーには。ジャグラーにはですね、他のやつは打ったりはあんまりしない。普段、あ、他の台ですか。他の台、まあ、もうあんま打たないですね。お、ジャグラー一徹。ジャグラーに愛されてるんで。お、まあ、ちょっと浮気するのもどうかなと。あ、そこはちょっと純愛貫いちゃった。そうなんですね、実は。あ、女の子に関しては。女の子に関しては、はい、それも担当が違うんですけど、はい、清水はそのチャライ担当で、はい、僕はもう一途担当でやらせてもらってますなるほど、イケメン純愛を貫くと。すいません、光りました。あ、光った強いなおい。あ、ちなみにそれパーマですかって聞かれてますけど。パ、あ、パーマですね。あ、パーマ当ててはるんですねこれはね、はいはい、店長また犬って言われてますけど。 あーっと、ゴッドゲーム中の赤扉。お、赤扉、お来ちゃう、ひょっとして7からの7。うわー、来たー引き強うそやー出ました。いやいやいや、お疲れ様でしたすげえ、なんだあの人。これをちょっと映してほしいんで。ちょ待ってください。はい、これね、遠すぎて届かない。あー、届かないんですね。ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね。どうしよう、どうしよう。ちょっとうろたえてるぞ俺が。まあまさかの。ちょっと今ジャグラー島も騒然としております。そうですね、この状況で弾ける人なかなかおらんすよちょっと待ってくださいね、できるだけちょっと伸ばしますんで。はい、青木さんも一緒に。あの店長の絵はちょっときついんで。はい、で今私がカメラ持っていこうとしたら青木さんが逃げましたねまさに有言実行ですね。すごいね。いや、あんだけ冷静に喋って、あんだけ冷静にゴッドを引く人初めて見ましたね。まあ今も涼しい顔してますからね。めっちゃ冷静ですよ。ゴッド引いた人の顔じゃないですよ、ね。じゃないですよね。時折すげえクールにあのゴッド打つ人も、あのゴッド引いたら何らかのアクションを起こしますよね、普通ね。もうあの完全に事後報告でしたから先生違うわ。あの揃うところを見てほしかったんですけどねおっしゃいました、すいません。うわー、大丈夫かな、これ気かな、映りますか。これ熱いわちょっと待ってくださいね。ちょっと、ああちょっと向こうがきついかな。ちょっとあの台車を持ってきますよ、こっちに。いやーちょっとすごいな。あー、オッケー、あ、すいません、大丈夫です。いやもうぜひ皆さんに。映ってますか。映ってそう。どうでしょうか。ちょっと、あ、ゴッド中断のところは見えるか。見えます。ギリギリはい。では。すいません。ただね、あのまだあと30分あるんで、もう一回行きます。もう一回行く。もう一回行かなかったら罰ゲーム。もう一遍引く宣言が来ました。はい、あ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 、
さあ今マイクが別の方渡りましたね。そうですね、チャラ男に。さあ来た、チャラ男子こと、チャラ男登場ですね、こと。さあ企画発案者の清水さん、あ、ちょっとまだマイクのセッティングが終わってないですね。あ、終わってない。はい、はい、あ、待って、わお、あ、なった。さあ、なったぞ。はい、え、あ、あ、あ、さあ、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。さあ、大事に出てこった。はい、今日大勢で打って MC 一人だ、 MC 一人ですからね、今日ね。はい、うん、映像なくても分かる神々しい音って言われてますよね。はい、どうせ斉藤さんも青木担当そうって言って、写メ撮れば早そうって、ね、筐体こっちに持ってこいって言われてますけどね。はい、普段そんなに弾くんですかということで、店長普段からもこんなに弾き強いんですか。そうですね、1日1ごとみたいな感じですね。あ、そうなんや、はい、すげえな、はい、もう回数どうでもええでって言われてますけどね。すいませんですね、ねえ、しゃべとれば早そう、かかくて5と引き寄ったって言われてますけどね。はい、じゃあこって店長にはぶっ壊れ5と出してもらおうぜって言われてますけどね。あの、いわゆる全回転5とですね。全回転、はい、あの、いわゆる画面、故障したような感じになって割れて、あの、全回転、わかりました。はい、あと30分で出なかったら罰ゲームで。はい、はい、マイク、清水さん大丈夫ですか。はい、聞こえますか。はい、聞こえます。はい、お疲れ様です。はい、はい、というわけでございまして、いや、企画者ということですが、皆さん引き強いですね、これ。そうですね、僕全然ですけど。いや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 、それでもあのノーペカの方もね、結構あの企画してたらいらっしゃいますんで。あ、そうですか。はい、その中でもまあなかなかいいんじゃないですか、で、出だしとしては。はい、出だしだけです。出だしだけ。現在清水さん何ペカでしたっけ。はい、何ペカでしたっけ今。 2ですね。2ペカ、はい、あ、ということはひょっとしたら最下位になっちゃう可能性も否定はできな いです、ね、というところですかね。やっといて嫌ですけど。はい、やっといて嫌ですけど。やっといて嫌。じゃあちょっとあの左のこちらの方からちょっとカメラ映してますんで、はい、顔をいただいてよろしいですか。あ、左、こちらです。こちらですか。はい、あ、来た。あ、このイケメンっぽいですよ、これね。はい、あ、取れた。やる。ねえ、ね、チャラ男顔を見せてっていうふうに言われてますけどもね。はい、店長に質問ですけども、はい、引き強くなるにはどうすればいいですかって言われてますね。これはね、難しいですね。引き強い。難しい。はい。なんかこうゴッドを打ってて、はい、なんかこう感じるものってあるんですか。いつも出ると思って打ってます。あ、これぐらいです。絶対にこれぐらいは出ると。はい。はい、自分は引き強いと思い込んでやってます。うん、あ、もう今日は引けへんわとか、はい、そういうイメージは絶対に持たない。そうですね。当たるイメージだけ持って今日はこれで当たるぞみたいな、うん、はい、その通りになりますね。大体大体、あ、思ってた通りの、その、はい、あれを描くような感じになるんですか。そうですね、今日はザンバ剣刺さるぞとか思ったら、ね、ああ、なるほど、保留にね、はい、これ刺さって当たるみたいなイメージをしながら行くみたいな、はい、大事だと思います。はい、ちなみにパチンコももうやっぱりマックスメインですか。そうですね、ガローメインですね。なるほど、はい、はあ、店長、今週中にお店行くから隣のカツカレーおごってって言われてますけど。カツカレーですね。はい、お、さあ、イエーイって言ってますけど、さあ、モリンさんがテカりました。テカりましたかね、これはね。
おお、また光った。おお、ペカったの誰だ。さらにペカったぞ。あ、新右衛門が大移動しましたね。大移動しましたね、今。とうとう、とうとう5をニアしましたね。そんなんありましたっけ。あの、馬券1回で398ハマりの後に、台を移動させました。新右衛門さん、耐えきれなかった。チャロさん、あれですね、清水さんね、はい、ゴールキーパー元でやられてたんですか。やられてました。サッカー元々やってはって。そうですね、ずっとゴールキーパー、一筋ですか。10年間キーパーです。10年間。はい。いや、結構長い間本格的にやられてはったんですか。そうですね。はい。いつ頃から。小学校3年生から。ああ、小学校3年。はい。結構あれですか、大会とか出られたりとかは。出てました。出てた。はい。ほう。小学10年間っていうと、もう高校はずっとサッカーをやられてた感じですかね。高3、はい、はい、ずっと。ちなみに県大会どこまで行ったってのあったりします。あ、恥ずかしいんで NG で。あ、その辺は NG で、はい、はい、了解しました。チャローさん、なでしこジャパンはなんでボロ負けしたんですかって言われてますけど。あ、ちょっとそれは見てないです。あ、まだ見てない。今日の今日やったかな、今日か昨日かの試合でした。あ、じゃあまだテレビ見てないんで。なるほど。チャローの髪の関係かな。小栗旬にちょいにやなって言われてます。あ、よく言われます。あ、よく言われる。あ、さすがこの辺あれですね、イケメン1号2号ですね、この辺はね。イメトレで勝てるもんなんかってね。はい。チャローの顔の写りが荒いって言われてますよね、あのカメラの角度。おっと、またなったぞ。浦野さんです。さあ、浦野さんまた来た。これ3ペカ目、4ペカ目、5ペカ目ですね。5ペカ目ですね。ちょっと1時間で普通こんな引かれへんねんけどね。しかもあのイケメン1号井川さんについてはもう1ビッグ5バケですからね。なかなかの引きされてますけどね、これね。そう、ジャグラーに愛されしようところですね、この辺はね。そこで誰か新右衛門のやつハイエナ戦といかんやないかと言われてますけどね。さあ、ちょっとそれをちょっと新右衛門さんが気にしだしましたね、これね、元の台をね。さあ、どうするのか、さあどうするのか、誰も行かないのか。今のところアクションなさそうだ。あーっと、いった、顎いった。さあ、顎が移動しました。ハイエナです。ハイエナですね。ハイエナしに行きました。あご行けってコメントで、うん、あ、私は新右衛門さん推しって方いらっしゃいますからね。あ、じゃあ新右衛門さん推しをちょっとがっかりさせないとダメですね。お、が、あ、なるほど。どっちが先ペガルか、この2人どっちが先ペガルか注目ですね、これね。はたまたあのえなったもん勝ちなのか、あのえなられたもん勝ちなのか、その差をちょっと知りたいところではありますけれども。ね、顎えな、顎をあらわらって言われますけどね。僕の弾丸シュートも受け止めてくれるんですよね、すぐ行きますね。サッカー対決見てみたいなって方いらっしゃいますけどね。サッカー対決どうすんねやろ。あのあれですかね、 PK 対決で店長 VS 清水っていうパターンですか。いいですね。シュートを受け止めて、おっと、手が上がったのは岡ちゃんさんだ。久々に上がりましたよ、手が。さあ、続いておりますさあ、現在最下位は変わらずという形ですね。変わらず新右衛門さん。さあ、6ペカ捨てるのが、岡ちゃんさんですね。そしてイケメン1号井川さん、そして5ペカしてるのが、5ペカが誰だ、浦野さんかな、リトさんだから浦野さんね。そして4ペカがモリリンさん、そして、アゴさんも4ペカかな。4ペカですね、前の台でかな。そして、2ペカが清水さんで、はい、1ペカが、CM さん。 CM さん頑張って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 
応援されてますからね。さあこの対決が決着つかない場合はどうなってしまうのか、ぜひ片方を光らせていただければと思いますんでね、これね、はい、うん、その顎の席に誰かいかんといかんで言ってもらいますけどね、はい、顎の席手前の小池って言われてね、やっぱりキュインキュインって音が鳴るとホッとするなって思いますけど、アゴさん、松坂は今年1軍で投げると思いますかって言われてますけど、あ、そうですね、松坂は今年1軍で投げますね。投げるには投げるんじゃないですかね。そうですね、多分0勝3敗で、はい、7月中頃に2軍落ちます。2軍落ちやられましたね。ハイエナですよ。あ、えなった、はい、あ、さあ大井戸来た。さあ森林さんの大井戸が来たぞ今度は。さあちょっと大井戸の停滞を感じたか。あ、さあそれぞれがそれぞれを気になる様子がとても伝わってまいります。シーもまた大井戸しましたね。あら、また大井戸したの。3回目ですね。あと今度は新右衛門さんが一番手前のちょっとハイエナ合戦になってまいりました。これはちょっとあれですね、予断を許さない展開になってまいりましたね。テカリ返す覚えててくださいね、これね。もうひどいですねこれ。いやちょっとひどいハイエナ合戦になってまいりましたねこれ。店長だいぶジャグラーの争いが見にくくなってまいりました。この辺はあれですか、落ち着きないのはダメですか店長、どうですか。いや、わちゃわちゃやっていただければいいかなと。あ、なるほど。店長、1台の台に結構こだわるタイプですか、もしくはあかんと思ったらすぐ台移動されるタイプですか。あ、結構ね、いろいろやりたいんでいろいろ出します。でも、出るまでやります。あ、もう出るまではひたすら我慢。はい、はい、あ、なるほど。必ず波は俺の元に来るんやというところですね、はい、なるほどね。激しい大移動やな、イストリゲームかなって、ね、言われてますけどね、激しい、ね、店長のあの無気力の打ち方って言われてますけど、これでゴッドを持ってくるんですよ皆さん、ね、さっきもゴッド引きましたけどね、これね、はい、いやでもね、松坂に関してはね、僕個人的には同世代なんで頑張ってほしいところではあるんですけどね。おー、さらに急になったぞ。お、岡田主任。さあ、岡ちゃんさんまだ来ましたね。7ペカですか。7ペカ。7ペカです。7ペカ。うわー、ちょっとだいぶと。いやー、すごいことになっていいな、これ。うん、あ、奥の方にかすかに見えてる青木さんを見てですね、青木さんちょっと猫背っていうコメント来てますけどもね。だいぶちょっと前のめりになってきてますけどもね、はい、そう、店長今どんな感じですかって言われてますけども、100ゲーム消化してベルセポーで350ワード350、はい、いやー、なかなかいい引きですね。大概犬3つで終わる可能性もありますからね、はいはい、ゴッドはね、はい、いやー、それぞれの顔が非常に真剣になってまいりました。皆さん見えますか、この真面目な、このそれぞれの表情が見えますでしょうかね。なかなかの臨場感でございますけれども、アゴさん、松中結局引退ですねって言われてますけどね。そうですね、三冠王は、ね、悲しい最後やって言われてますけど、まあ、最後まで現役こだわり勝った方ですからね、あの方もね。まあ高校の時はね、あの横浜高校の時は、はい、もう京都青少でしたかね。あ、そっちの、松中の方です。中の方ですか。はい、松中の方です。あ、中の方ですね、はい、元三冠王、平成最後の三冠王ですかね。そうですね、はい、最後現役にこだわり入りましたけども、ね、まあ、ちょっとオファーが最後までなくって感じになっちゃいましたけども ね、はい、でもやっぱり、年齢重ねても、はい、真摯に野球に向き合ってる姿っていうのはこう
野球ファンとしては嬉しいですよね。あー、なるほどね。まだまだ頑張ってはるんやなっていうのが ね、その辺よくわかりますもんね、これね。まあ、なかなかあの辺のね、プロ選手っていうのは引き際っていうのは難しいと思いますけどね、自分でライン引っ張るっていうのはね。やっぱり自分はまだやれるって思いがきっとあるでしょうからね。それは現役、やっぱりプライドがありますでしょうからね、もともとのね。いやちょっとね、一番手前のモリリンさんがすごい気にしてはる。他の台の動向をすごい今気にしてる。そうなんですよね、もう気にしはってるんですけど、はい、はい、プライベートでもモリリンさんとはうちに行ったことあるんですけど、はいはいはい、どんな感じなんですか。だいたい一緒に最初隣で、僕が寂しいんで隣で打ってるんですけど、はい、ちょっと、おっ、岡ちゃん、岡ちゃん、あー、なったのはモリリンさん言ってる間に話を振ればなっていく、どうですか。えなってやりましたよ。えなったえなってやりましたよ。新右衛門さんがっかりです。これはがっかりだ、新右衛門。さあ、また一つ勝利が離れていくぞ。どうする。いやー、お見事でしたね。さすがでございます。はい、でじゃあ面白い顔しましょうか、一人一人ね。マコです、今来ました私服の人は誰ですかってことで、アルバイトスタッフさんがね、急遽出たいということでね、出ていただいておりますんでね。はい、イケメンの人、隣のファミマに飲み物買ってますよねって言われてますけどね。ほら、CM さん頑張れって言われてますよ、CM さん。右にカメラありますから。あー、戻った、戻りました。さあ、負けてられないぞ、これは。あれ、僕ハミゴですかね。え、ハミゴ？ハミゴです。あれ、なぜ？そうですね、みんな、あ、そうか、みんなマイジャ、アイムジャグラーの片っぽの島で並んでるんですけど、はい、さあ、ちょっと寂しくなってしまいましたか、清水さん。寂しいですね。さあ、どうする？移動しますか？いや、あえてここで頑張ります。あ、これはあれですね、店長の言っておられたみたいに。そうですね。はい、出るまでは打つという形ですかね、はい、これね。はい、え、ぼっちかなって言われてね、イケメンとイケメンで絆システムしてくれてね、イケメン2号の方が人気、ペナかっこゴッドって言われてますけどもね。さあ、ペナをもきっちり聞き逃さない、さすがリスナーの鏡でございますけどもね。さあ、新右衛門さんが、現在まだ1ペカ、なんとかカメラの一番手前でペカ出してください。ハーデス持ってるのということで、ハーデスに関してはなんとゴッドを引きました、店長が、お見事なゴッドでございました。いやー、ちょっとこれあれかな、下2人は厳しいかな。ちなみに残り15分です。15分、残り15分です。おと言ってる間に一番手前に移動してきたのは浦野さんですね、これね。さあ、ちょっとジャグの左島が、5人、右島が2人という構図に変わりましたね、これね。さあ、向こうでも、そうですね、100、あ、やっぱりあれですね、129ゲーム、128あたりで捨てるあたりがあれですね、それっぽい感じを残してますね、これね。まあ、しっかり回してますね。しっかり回しますね、これはね。ジャグラー の置いてある数字でよく一番多い数字ですね、これね、129っていうのはね。大体合算でいうところの6に近いところかな、これね。はい、誰か清水の横行けよって言われてますけどもね。はい、うん、いや、なんか話に入ってきてないんですけど、はい、チャラ男の清水君、地味に630はまってます序盤あんだけ調子良かったのに ね、ポンポンって当たって、やっぱ最初だけですね。お、来ました、チャラ男1号。あ、チャラ男1号来た。さあ、ビッグかバケがどっちだ。あ、目押し見つってますビッグかバケがどっちだ。
目押し見せてます。見せてますね。目押し2回見せてましたね、今ね。今多分ね、ビッグ揃えようと必死やったかもしれませんよ、これ。あー、バケだー、ビッグ1、バケ6! いやー、こういうこともありますね。ジャグラーに愛されてますね。さすがですね、これはね。だいたいまあ6の合算ぐらいっていうところですかね、これはね。さあ、ちょっとお互いのね、数字がぼちぼちと気になり始めてますけども、セーフティーリードまで達した人は結構まだ心はホッとしてるかもしれませんけどもね。じゃああれか、合計4か5あたりの人はちょっとヤバめになってくるのかな、現状としては。現状トップが8ペカですか。8ペカですね。はい、はい、岡ちゃん主任の8ペカですね。そうですね。続いてが7ペカ、そうですね、イケメン1号井川さんですね、はい、さあその次が5ペカですか。そうですね、5ペカが、モリリンさんと浦野さんが今同率で並んでますかね。さあちょっとその後は苦しくなってくる形ですね。僕も4ペカなんでだいぶ苦しいんですけど。そうですね、4ペカ。ただ皆さん、はい、忘れないでください。はい、あの新衛もまだ1ペカです。ですね、はい、あの淡々と今打ってますけれども、シムさん大丈夫ですか。大丈夫ですか。今あの息してますかね。大丈夫ですかね。大丈夫ですね。まだ生存確認できました。生存確認できますか。手はちゃんと動いてますからね、これね。大丈夫です。はい、うん、じゃあバイバイチャンスやったらどうやって言われてますけどね。ちなみに皆さん若そうに見えそうなんですけども、何歳なんですかということで。じゃあちょっとこの辺のね、質問はごめんなさい、あの一番最後にまとめて質問したいと思います。すいません、現状あのカメラが全部回って、あ、カメラじゃない、マイクは全部回っておりませんのでね、はい、あの答えることがちょっとできないというと、スキップすら全員にはちょっと行き渡ってない状況ですのでね、ご了承いただければと思います。はい、さあ店長は後で、もう一発ゴッドを引いてやるということを言っておられましたが、はい、あと10分ですよね。もうそうです、あと10分ですね。一番ハードル高いですね、はい、だいぶハードル高い。はい、今のところ何事もなくって感じですか、そちらは。そうですね、あと200消化中です。ちなみに青木さんの動きは何かありましたか。一番真剣に打ってますけど、600ハマってます。あれでもさっき200ガツンで乗せたんですよね。はい、200消化してからひたすらハマってます。あっさりと。はい、あ、まあ、あ、モリリンさん来ましたよ、6ペカ目。さあ追撃、さあ追撃だ、モリリンさん。ね、店長はぶっ壊しゴッドマンやもんねって言われてますけどね、はい、店長元気かなって言われてますけど、向こうでも淡々とゴッドを打っておりますね、今 ね、はい、あと10分しかないんで、ちょっと真剣にいきます。お、真剣にいきますか。はい、さあ、ぶん回しモード入りましたね、これね。今日はどこで配信なんですかということでね、本日はキコの JR 天草駅前店から生放送という形に、ね、なっております。この前、トイレで顎さんにお尻触られました、そういうことですよねって言われてますけど、あれですか、顎さんお尻触ったりしたんですか。お尻ですか。はい、誰のお尻ですか。いや、あの今視聴者の方からコメント来ましてね、この前トイレで顎さんにお尻触られました、そういうことですよねって言われてますけど、すみません、ちょっとそこはオフレコで。オフレコ、オフレコで。ちょっと言っちゃダメですよ。ちなみにはい、あのお尻触っても OK ですってあの放送で宣言したら、はい、ほんまに触りに来られた方がいらっしゃったらしいですからね、これね。あ、本当ですか、はい、僕も OK です。あ、OK、 いつでも OK なんですね、はい、ただ僕の方も触り返していいかなと。あ、なるほど、お互いに触り合う形でいいんですかね、お互いに触り合う形で、ね、ギブアンドテイクで。
あの触らせるけど触らせろみたいなことですかね。なるほどなるほど。シーモンさんもぶっ壊しゴッド狙いに行ったらって言われてますけどね。ゴッドに座ってゴッドを打つかみたいなコメント来ますよね、はい、じゃあ明日触りに行くってコメント来ますね。今日大勢なんですが、今後もこの形なんですが、それとも特別なんですかということで、今日は想定以上に多かったということだけはお伝えしておきます。さすが男って、ね、言われてますよね、はい。僕はイケメン2人と野球拳がしたいですって言われてますけど、清水さん、あのイケメンと野球拳したいって方いらっしゃいますけど、僕そういうあれないんで、ちょっと MC で以上だそうです。はい、ね、ほぼって言われてますけどね。女好きなんで、やっぱり、はい、やっぱ女と、はい、なんだかんだ言うて女なんですね。そうですね、はい。さあ残り8分ですよ。さあ頑張って頑張って引いてください。いやー、想像以上に激しいデッドヒートになりましたね、今回はね。ちょっと私は全く想像してなかったんで。今日の罰ゲームに関しては、はい、選ばれたのは店長なんですか？企画担当者のチャラ男清水。ああ、なるほど、はい。ちょっとまあその辺もね、はいはい、どれだけの量が入ってるかっていうのはちょっと楽しみにしたいところでございます。チューブ一本です。一本、一本いけます。一本いきますか。はい。おお、ちょっとこれ ね、これ男気を感じるところでございますけどね。次回もメンバー多ければ天の声できそうですね。僕一人じゃ余計まかまかないきりませんね、これね。はい、ね、じゃあ、アゴさんでもいや野球拳しに行きます。ね、はい、ちなみに男も興味ある店長いますかって言われてますけど、男も興味ある。男はすいません。おお、そう。さあ、これはもう、ロリリンさん大追撃ですね、これね。すごいな。さあここへ来てまた再びよろしいですか。お、よろしいでしょうか。はいはいはい、あのイケメン1号からちょっとマイク行き渡ってないでちょっと報告入りまして、はい、あのハチペカであまりに相手として手応えがないと、はい、俺は今から地面で寝とくと言ってます。お、あのもう完全にもう余裕らしいです、ね、余裕この余裕っぷり、この男この余裕っぷり。うわあ、ちょっとこれはあれですね、他の人舐められましたね、これね。これね、悲しいかな、ね、ビッグとレギュラーにポイントつけてたらイケメン1号大したポイントじゃないんですけどね。ないんですよね、これ実は。ビッグ1レギュラー7です、ね、レギュラー7ですね。これも完全になんか自慢できる代物ではない気がするんですけどもね、これね。ね、ここは手合いの力でいらないですかって、うわーって言われてますけどね。はい、ね、何のセクシーショットやねこれって言われてますけどね。はい、イケメンはラップ中でいきますか。あ、お、新右衛門の台ですね。さあ、とうとう。新右衛門の台、ビッグ来ましたね。いやー、元シーエモンさんの台がとうとう、そうですね、破られる時が来た。もう絶望のように今、もうなぜ俺の時に当たらんかったやという感じで、あの台の、台枠のランプを見つめました。そうですね、今カメラで映ってないとこでシーエモンが僕のことを睨みました。割合は悲しかったって、ね、誰か踏んであげてって言われてますけどね。はい、明日そこで同じ格好で寝そべっていいですかって言われてますけど、ね、あの邪魔、
邪魔にならないように寝れるんやったらどうぞお願いします。そうですね、皆さん気をつけてください。気をつけてください、ね、みんな踏まれますよこれは、はいはい。さあ残り5分切りましたよ。さあ逆転の目は、出てくるんでしょうかね。浦野さん当たりましたね。お、当たりましたか。また、あ、ペカありますね。ゴーゴーのランプ光ってますね。もう完全にこれは二分したかな、引けてる引けてないっていうところで言うと。そうですね、ちょっと他の人は逆転するまでにはきついかもしれません。皆さんもう時間もなくなってきまして、あと3分4分ぐらいですか。そうですね、残り3分。新右衛門に何かこう逆転のチャンスとかないですかね。あってほしいんですけどね。いや、せめてね、ワンペカするって言うんであればね。そうですね、まだ逆転の余地も残してあげたいところなんですが、そうですね、一向に引く気配がない。残念ながら、そうですね、やる気ないですからね。もう台を見ずに今ひたすら見上げるのは上のデータカウンター。そうです、ね、ペカリよりもまずハマりが気になってしまうこの心情ね。わからないではないですよ、はい、あれペカってても気づかないですからね、上見すぎて。多分ひょっとしたらキュインランプの、あのキュインがねなったとしても、そうです、ね、ひょっとしたら自分の台じゃないと思ってるかもしれないね、これね。ちなみに店長が見る中で、この中での一番こいつは引きが強そうっていうのは誰でした？一番引きが強そうなのは私ですね、これ。いや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 、そら、そらもゴッドで証明されましたから。はい、あとはやっぱりあの映ってない青木さんです。ああ、青木さんも、はい、ちょっと映りましょうか、最後なんで。お、お、映ってます？奥の方で。はい。あ、また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 逃げたぞ。恥ずかしがり。大丈夫ですよ。今まだあのズーム遠いですから見えてないですよ。見えてないですよ。はい。うん。今横になっている人はガチで寝てるんですかって言われてますけどもね。もう俺は何もせんと。寝てますね。ガチですね。あ、ガチで。ガチ寝です。今外出て雪積もってました。あ、まあ雪降ってますかということですけども。あ、さっき雪降ってました。え、降ってました。はい、びっくりしました。うそ、はい、いや、またあの積もりはせんですよね、さすがにこっちの方だとね。積もりはね、なかったですけど。はい、そうか、雪積もってたか。一台ペカラスの状態の台残してビッグばっかり予想させたらって言われてますけど、しないピンクがうまいぐらい残ればいいけどね。あーといったら残り1分だ。お、やばい。自分で言うとって。さあどうかな。横になってる人は出産の準備ですか。、うん、あ、今年一番積もってる30センチぐらい、やばない。関西で30センチ積もるってすごいと思うけどね、これ。いやー、なんか今日夜冷えそうですけどね、これね。どうなんやろ、北海道はえらい積もってるらしいですけどね、はい、はい、5秒前、イケメンがペガましたね。あ、シエモンが、あ、シエモン。3、2、1、終了。はい、そこまで。いや、新右衛門さん持ってるわ。最後に最後の最後の、5秒前5秒前ですね。
あれだけ散々ペカラ内でなんだかんだ言われておきながら、ここで引いていっちゃうスタイルはとっても素敵、お見事。うん、シーモンさんおめでとうっていうねコメント来てますけどね。いやあの応援の方もちゃんとね来てくれてましたね、本当に。いやありがたい限りでございます。そうですね、新右衛門からあの皆さんにありがとうにお答えして、はい、ありがとうございます。いやお見事でございました。よいしょ、さ、じゃあ皆さん元の場所に集合していただいてよろしいですか。よろしくお願いします。ね、左が男子トイレって言われてますけどもね、ちょっとね皆さんちょっと今ね、用意させてる方もいらっしゃいますので、ご了承いただければと思います。はい、じゃあ元の位置へちょっと中央寄っていただいてよろしいですか。すいません、はい。じゃあ、まあ、とにもかくにも、まあ、ジャグラー対決アンノーゴッドでゴッド引けるかなということでございまして、お疲れ様でございました。ありがとうございました。およそ10、1時間半にわたってでございますけれども、はい、いやお疲れ様でございました、本当に。いや店長、はい、ワンゴッドお見事。ワンゴッド残念ですけど、ね、いや残念なんですか。普通でしたね。いやちなみにゴッド引けるかなって言って、イカダネ店の増井店長なんか多分ゴッドマラソンっていう企画何回やったかなあれ。相当やったと思いますけども、はい、ただあのこの前イカダネ店に引いたっていうのは増井店長じゃなかったっていう話を聞いたんですけどね。はい、はい、うん、ねイケメン前来いやって言われてますけども、ね、そうなんですね。ね、すいません。いや店長下がらなくていいですか。店長下がらなくていいですか。いやというわけで、まあゴッドの引きも見事でございましたね。はい、お見事、まあ、達成、まあ、達成、まあ、2回目はね、はい、条件きつかったでございますけどもね、はい、はい、じゃあそれぞれのジャグラーペガの結果の方をちょっと教えていただいてよろしいでしょうか。じゃあまずはアゴさんの方からいきましょうか。はい、5ペガで5ペガ、まあこれどうですかご自身として。まあまあ中の中ぐらいじゃないですかね。中の中ぐらいで。それは俗に言う普通ということで、よろしいんですかね。可もなく不可もなくっていう形で。なるほど、はい、いいポジションは取れたかなというところですかね、はい、なるほどなるほど。じゃあそのお隣の岡ちゃん主に行きましょうか。はい、はい、8ペカですね。8ペカお見事でしたね、はい、本当に、はい、勢い止まるとこ知らずって感じだったんですけども、すぐペカりましたね。普段からジャグラーお得意ですよ、ひょっとして。いや、あまり打たないですね。打たない、はい、いや今日は、普段から引きはお強い方ですか。引きは強いと思いますね。あ、それは自分ではもう、あ、普段から引き強い人で、なかなかニコ生でね、発揮できる人なかなかいないんですけどね。いやその人もお見事な引きでございました、はい、なかなかやなっていうね、言われてますけどもね、はい、はい、じゃあ次、どなた発表していただきます。マイク持たれてる方、どなたですか。ハンディマイク、はい、じゃあ森井さん行きましょう。はい、はい、失礼します。新右衛門さんのエナもあり7ペカです。7ペカお見事でございます。いやーしかしあれでしたね、途中結構最初ちょっと伸び悩んだかなっていう気したんですけど、そうですね、やはり新右衛門さんがご頂戴、まあ、あれが狙い目かなっていうのは、あ後ろで見てて何となく物を感じてた、オーラを感じました、ね、オーラを感じた、はい、なるほど、はい、だいぶ それをきっちり頂いて、しかもその後連チャンさせたっていうのが、ね、ありましたからね。この辺はさすが、はい、もう状況を呼んだと、はいいう形でお見事でございました。7ペカっていうことですよね、はい、お疲れ様でございました、はい、じゃあ新右衛門さん先行きますか。その新右衛門さんえなられた新右衛門さん行きましょう。2ペカです。2ペカ、いやただねいやただね最後見せた新右衛門さん見せました。何やこのドヤ顔、持ってます。持ってる男です。ペカでドヤ顔持ってる男坂本です。いやでも
持ってるということは私まあ認めます。これはもうお見事でした。最後の5ペカで最後ね、もうまあ散々私いじりましたよ。もうまあ周りもいじってましたけれどもあの状況でペカらせるのはね、やっぱ持ってる証拠ですよ、はい、ありがとうございます。まあこれは誇りに思えるにペカであると、はい、いう形にしておきましょう。見せ場がございましたでね、はい、坂本覚えとくわって言われてますけどね、はい、ね、じゃあ、次の方いきましょうか。じゃあ浦野さんいきましょう。はい、はい、というわけでございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。何ペカでしたでしょうか。合計7ペカです。7ペカ、いやー、はい、こちらの7ペカありがとうございます。素晴らしい息でしたね。途中で台移動されたんですけど、あれは何か理由あったんですか。いや、 やっぱあの1ニッパーのやっぱり、はい、やっぱアコ抜けてしまうとちょっと寒いことになってると思う、ね、そこまではだいたいそれ前の感覚みたいな感じだったんですかね。あのモード A から天国に上がって北電怒る、北電が北電が怒る、すいません、オカルトオカルトなんで、はい、はい、すいません。はい、まあまあまあそういう状況、まあ、乗って見事な7ペカでございます、はい、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます、はい、じゃあイケメン1号井川さんお疲れ様でした。お疲れ様です。はい、というわけでございまして、途中で寝てましたけどちょっと余裕すぎましたね。相手がもう弱すぎてちょっと頭痛くなるぐらい、もういや、なるほど、もう全然追いつけませんやろと。そうです、もう、はい、じゃあその内容を教えていただいてよろしいですか。8ペカですね。8ペカ、あ、おめでとうございます。じゃあそのペカリの8ペカの中身どんな感じでした。まあ、ビッグ1のバー7あえて僕ね、最後にバケ引いた時のあの苦々しい顔忘れないいや、ホールやったら泣いてますね。間違いなく泣いてますね、あれはね。ペカんのになんでバケやねんっていうね。ねえ、あんだけ調子よく引いてて、まあ、そういうこともありますけれども ね、 そうですね、まあ、8ペカ今のところトップタイという形でございますんで、はい、ちょっと余裕かましたところが、まあ、敗因ですかね。いや、敗因ってでもトップタイですから、お見事でございました。ありがとうございます。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、最後になりますか。はい、はい、どうぞ。あ、3ペカです。はい、3ペカ企画立案者、あれどうしたんですか今日。やっぱ言い出しっぺってこうなるんすねあーっていうところなのかな。まあこれはもうね、まあゲームとして致し方のないという形でございますけれどもね。はい、いや、じゃああれですね、まあ罰ゲームなんですけど、はい、あれ清水さん、なんか私ちょっと今日紙になんか預かってたんですけど、テーマ、あの、〇〇ジャグラーっていう形でなんか聞いてたんで、ちょっとそれこっちで書かせてもらっていいですか。ちょっと待って男気ジャグラーでした。な、何それどういうこと。一番ペカった人が食べるははははは、男気、そうですよね、はい、今日は一応まるまるジャグラーという形させていただきましたんで、そうす、この文字ところに入る文字を発表させていただいておりませんでした。はい、というわけでございまして、ということはジョイさんにが罰ゲームを、はい、受けます。はい、というわけでございます。ジョイさんに誰だー。はーい、前出て前出て。はい、一応ね、あの罰ゲームの内容が、チューブ一本吐いた稲荷です。あ、もうすでに準備されている。はい、入っております。もうちょっと言えましょうか。いやあそれとあとどうしましょう。 7が2人いらっしゃるんですが、好きなのを選んでかけてもらいます。そうですね、8ペカ2人、7ペカ2人男気なんで。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。あの7ペカ2人いらっしゃるんですが、どうしますか。男気じゃんけんで。男気じゃんけん、はい、ここも男気。あ、ちょっと手前に来てください、手前来てください、手前来てください。ちなみに勝ったら食べるですからね、はい、勝ったら食べる。男気なかったらこれですね。あ、アセロラ、タバスコ入りアセロラジュースで。あ、ちょっと待ってください。買ったら、買って、はい、もし男気がなかったら、はい、飲むことになるんで、はい、あ、男気なかったら飲むことになるってことね。はい、そういうことです。はい、じゃあ勝ちもん、勝ちもんが食べね。はい、はい、男気じゃんけん。お、さあ今
さあ、激しい睨み合い、激しい睨み合いが来ました。ダメ出してましたね。せーの、おっと抗議じゃんけん、じゃんけん、はい。はいはいはい、喜ばなかよ。はい、いいですか。あ、その前にいいですか。はい、その前にいいですか。二、はい、人ともちょっと男いなかったんで、はい、わけわけしてもらいましょうか。あ、わけわけ、あー、なるほど。半分半分で。これに入ってるのはビタミン C だけじゃないですか。ビタミン C だけですね。ビタミン C だけな気がしますけども、多分、はい、あれ店長はっていうふうに言われてますけどね。店長は残念ながら5と1回しか引けなかったんで、はい、はい、男気ないんで申し訳ないです。なるほど、男気なかったということですね、これはね。はい、ちょ、時間ないんで。ですね。時間ないんで、もうこの嬉しそうな顔、これ奥の方で俺。企画は立案者のことやしてやったりの顔ですよ。じゃあ森林さん、じゃあこのカメラに向かって、じゃあ一言あの言ってからスタートという形でね、お願いしますね、これね。あ、ちょっと待ってください、あのハンディマイクよろしいですか。はい、はい、じゃあ一言お願いします。やっぱりこの深夜帯 の、この疲れた体にはやっぱりアセロラですね。あ、なるほど、はい、やっぱこれは効くと。これは効きますね、はい、足への活力で。じゃあ、はい、じゃあ男気見せてください。はい、いただきます。やっぱりおお、やりきった男前やな。あの、味の感想聞いていいですか。汗がすごいです。はい、えらい今粒のような汗が今額を伝ってるんですが、大丈夫ですかね。あのお腹と、あのお腹に痛かったらいつでもトイレ行ってくださいね、これね。はい、やりよるだって言われてますけどね。はい、というわけで、はい、お疲れ様でした。はい、じゃあ次は浦野さん、あのお一つ選んでいただいて男気見せてもらえたら。じゃあ浦野さん、じゃあ食べる前にね、一言いただきましょうか。オプションを。オプションオプション。男気全員いきますか。あの何味が当たったかなって。ああ、なるほど、いっぺんにいきますか。いきますか。3人いっぺんにいきますか。ポカちゃんで、伊賀くんと、はい、いけます。まあ決して何かが当たりってわけでもないんですけども。じゃあ店長はチューブ一本。嘘。体に悪そうやな。いやー、それは体に悪いぞ。まだあのニンニクの方が。そうですね、ニンニクとか。でも明日出勤せんとってや。あ、じゃあ休みなんで。じゃあ。食べる前に皆さんに一言ずつお聞きしたいと思いますので、はい、じゃあ浦野さんから一言ずつ、あのカメラに向かって同じでよろしいですか。はい、食べます。多分ニンニクだと思います。はい、なるほど、匂いが。はい、じゃあ店長チューブ一本ですか。はい、あのやっぱあの先生なんで、あの、ね、みんなの見本となる男気見せますんで、はいはい、皆さんすぐあのトイレとかに行く準備はしておいてくださいね、これね、はいはい、確保。じゃあ、あれですね、岡ちゃんの人に匂いがすごいですね。匂いきつい、はい、だいぶ来てる。ちょっと涙が。もうじゃあもうおおよそあれはついてる感じですかね。だいぶ来てますね、これ。はい、じゃあ男気見せていただきますとか。そしてイケメン一号井川さん、人一番お腹痛いんで、お腹弱いんで、お腹弱いんで、はい、さあ、すぐ行く準備だけはしとこうと思ってます。はい、じゃあ、しっかり噛んでね、味を味わってからでございますんでね、押し合いへっさいして、あの怪我しないように、じゃあ最後はアゴさん、はい、アゴさんの、あのカウントダウンでスタートという形でいきましょうか。アゴカウントダウン。アゴカウントダウンで。はい。
準備はよろしいでしょうか。はい、スリー、ツー、あふれてる、ワン、ゴー。はい、どこ吐いてんの、どこ吐いてんアゴさん、アゴさん、あの形で分かるから、大仏かぶっても体大惨事ですね。こんな阿鼻叫喚な状況になるとは誰が思ったでしょうか、これ。いや、皆さんに伝わってるかが心配ですけど。いや、伝わってほしい、この苦しさニンニクすごくないこれ。ニンニク臭いニンニクすごいよね。もう店長がもうダメージひどいですね、今これ。店長、ちなみに食べたん、え、からしですか。からしですね。からしですか、店長、これからし一本まるまるいきました今、あの、別に私は土下座しろと言ったわけじゃないんですけども、土下座する状況で今参りました参りましたそして一人嬉しそうな新右衛門、一番嬉しそうな新右衛門さんですよ、これね。この笑顔が一番今癒されてる感ありますね、これはね。そしてね、何も被害を受けてない青木さんがね、ご利益あるよってさっき言ってましたからね。ね、ひょっとしたらご利益あるかもしれませんね、これね。はい、トイレ行かんかっか、みんな出せよ、我々、阿鼻叫喚って言われてますけどね。はい、というわけでですね、はい、さあ店長、明日の放送店舗の店長に電話しましょう。はい、すいません、あの、こんなダメージを受けてる中ね、後ろでね、後ろであの発案者の清水さんがバカ受けしてる中ですよ。絶対内心この野郎と思ってるかと思いますんで、はい、明日は、明日どこでしょう店長。鹿の子台行きますね。鹿の子台の、鹿の子台店の真鍋店長ですね。はい、真鍋店長ですね。はい、はい、店長、電話、はい、電話される時にあのいわゆるスピーカー状態にしていただきまして、はい、電話してからのスピーカー、あの電話のスピーカーこちらついてますんで、はい、あのこれにマイクをこう当てる形で喋っていただいてよろしいですか。はい、あの通話は店長同士でしかあの聞こえないと思いますんで、はい、スピーカー状態、ちょっと待ってすいません。あ、はい、いいですか。はい、あの通話をしていただいてよろしいですか。あ、はい、してからので、スピーカーですね。あ、これで、はい、そしたらあのマイク聞こえるようになりますんで、はい、あ、下ですね。あ、まだ聞こえてない。お疲れ様です。 JR 天崎駅前店店長の久保です。お疲れ様です。起きてました。起きてますよ。これ何の電話か分かりますこのやらせ感が満載そうなんです、そうなんです。キコちゃんです、ちなみに、明日なんですけども、はい、来ていただけますか。いいだろ。あ、すいません店長、あの明日の企画ないよ。あ、すいません。あとついでに明日の企画も教えてください。明日の企画内容はまあちょっとゲストがたくさん交えてのなんかごちゃごちゃした感じになりそうなんで未定で。はい、未定で。はい、わかりました。はい、はい、じゃあ明日出てくれるかな。はい、あの雪がたくさん降ってて今大変なんですよ。え、そうですよね、こっちも降ってたんでそうか、鹿の子台雪みんな来れるかどうかもわからない状態ですはい、わかりました。まあ、楽しくやろうと思いますんで、はい、ぜひお願いします。はい、はい、よろしくお願いしますということで、はい、はい、了解しました。ありがとうございます。真鍋店長でした。というわけで明日は、キコーナ神戸鹿の子台店からお送りするという形になりますね。はい、というわけでございまして、いやー、罰ゲームも含めまして皆さんお疲れ様でございました。
どうですか、初めてのニコ生でしたけども、店長にお聞きしましょうか。はい、やっぱ緊張しました。緊張しました。はい、やっぱイケメンたくさん用意しとって、なんとか良かったなって。なるほど、なるほど。はい、ちょっとまたね、今後とも放送ありましたら、はい、皆さん出ていただければと思いますんでね、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、というわけでございまして、JR 尼崎駅前店の方からお送りをいたしました。お店の方から何かこう、はい、お知らせするようなことも、明日も絶対ね、来ていただければというところでございますんで。まあ、いつもね、こうやってスタッフみんなで和気あいあい楽しくお仕事させていただいておりますので、ぜひまたお近く立ち寄りの際は、一度お店の方に足運んでいただければなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いしますね、本当ね。はい、あ、そうだ、最後に皆さんの年齢聞いてくださいっていうコメントが来ますんで、最後の最後ですけれども、はい、店長も38歳ですね、はい、先ほどおっしゃってましたんで、はい、じゃあ最後それの発表しながら、お別れという形にしましょうかね。変な終わり方、変な終わり方になりますよね。質問が2回ぐらい来た質問ですんで、ちょっと答えていただければと思いますんで、はい、はい、じゃあよろしいですか。はい、じゃあ岡ちゃん主任からいきますか。はい、26歳です。26、はい、26歳です。26歳、はい、じゃあ あれですね、アゴさんは、28歳です。28、そしてモリニンさんが、27です。27、若いよね、はい、みんなね、本当にね。はい、じゃあ CM さん、24歳です。うわ、若いな。じゃあ井川さんいきましょうか。はい、僕は22歳になりました。22歳、お若い。そしてじゃあ清水さんを通り越してウランさんいきますか。はい、32歳です。32歳、ね、大人の仕事でもまだまだお若いですもんね。そしてじゃあ清水さん、ラスト。永遠の18歳です。ありがとうございました。はい、というわけでございまして、本日 JR 尼崎店のね、方からね、尼崎駅前店の方からお送りしました。また次回放送ございました。よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。